か先輩が言うとすごい下心丸出しで純粋に褒めてんだから、そこはさ、そうですねみたいな。もう俺とアスカちゃんもうちょっとこの前めっちゃ喋った。お疲れ様です。お疲れ。お疲れ。あれ、なんでいるの。飯を振るからプリントをコピーさせて。別にいいけどプリント借りすぎだろ。いや、いいっすよ、こんなもんです。開き直るな。てかさ、こないだ貸したプリントをまだ返してもらってないんだけど。あ、それはまた今度で大丈夫でしょ。返す気だろうだし。いや、あります。あの、陽先輩の彼女さんってどんな人なんですか。え、何いきなり。てか、なんで知ってんの。いやいや、あなたたちですから。まあいいじゃん、別に隠してるわけじゃないし。村山真治ボケ。写真とかないんですか。いや、ないよ。嘘だ。いや、これが本当なんだよ。俺もまだ見たことないし。そうなんですか。あ、俺バイトだわ。ああ、じゃあ俺も一緒に行く。うん。お疲れ。お疲れっす。よいしょ。お疲れ様です。お、みおちゃん、お疲れ。あれ、先輩たちもう帰っちゃうんですか。うん、バイト。またね。じゃあ、お疲れっす。お疲れっす。大丈夫。ほんと仲いいよね。ね。じゃあ何？ライバル出現じゃないの。いや、別にライバルってわけじゃ。ライバルじゃないのよ。そんなこと言ってるとすぐのぼるくん取られちゃうわよ。あら、香織。舐めやがって。荒れてるわね。どうしたのよ。女の子の日ですか。あらやだ、もう女の子って年じゃなかったわよね。ママ、つよしにテキーラジョッキで。はーい。嘘でしょ。何よ、ごちそうしてくれるって言ってるんだから少しは売り上げに貢献しなさい。一気にね。帰ってください。何でも英語でしょ。彼女さんですか。違うよ、のぼる。あいつまた授業来なかったからさ。なんか恋人同士みたいですよね、先輩たちって。なんだよそれ。焼けちゃいますな、マスター。のぼるさ、最近授業休みすぎだよ。ああ、ごめんごめん。そのことなんだけどさ。うん、どうした。俺さ、大学辞めるわ。え？要さ、未来の自分って想像できる？どうしたの急に。先月さ、親父が会社辞めたんだ。うん。親父
結構でかい企業の役員だったんだけどさ、この前こんなことを言ってたんだよ。自分から目をそらすな、人生一度きりだって。だから大学辞めるの？まあ正直経済学部とか言っても何学んでんのかよく分かってないしね。何かやりたいことでもあるわけ？笑うなよ。うん、役者やってみたいんだ。え？演技の勉強しにアメリカ行ってくるわ。マジ？自分と腹割って話してみたんだけどさ、まあうまくいかないかもしんないけど、でもやってみないことには可能性はゼロだって思ったんだよね。後悔したくないしね。本当にやめるの？うん。いつ？授業料払っちゃってるし、冬まではいるよ。英語の授業いっぱい受けるわ。そっか。強し、いつ戻ってくるんだろう？一応ね、自分のタイミングでいいって言ってるの。あんたどうしたの？これ結構強いのよ。のぼるがさ、大学辞めるんだ。なんで？役者になりたいんだって。演技の勉強するためにアメリカ行くって。あら、自分の将来のこと考えてみたんだけどさ、特にやりたいこともないし。別に仕事だけが幸せじゃないわよ。そうなんだけどさ、それこそ結婚とか家庭のこととか、もう考えれば考えるほど。もちゃんと向き合って偉いじゃない。カミングアウトのことも調べてみたんだけどさ、やっぱり怖くて。一歩前進じゃない。まあ日本はそこら辺本当遅れてるからね。みんないないものと思ってるからね。まあ前よりは随分良くなったんだけどね。オランダでは子供の頃から同性愛のこと教えてるみたい。本当に？うん。けど日本の義務教育では異性愛のことばかりだからね。そうなのよ。
保険の教科書ってさ、思春期になると異性を意識するようになるって書いてあるでしょ。こっちとらバリバリ男子を意識しとったんじゃって感じだよね。あそこにさ、素敵なおじさま3人座ってるでしょ。あの人たちみんなうちの常連さんなんだけど、みんな家庭を持ってて奥さんがいて子供もいるの。え、家庭を持ってる芸の人なんてたくさんいるわよ。そうなんだ。奥さんのことも子供のことも愛してるし幸せだって言ってた。そっか。人生なんてあっという間よ。いつかなんて待っててもやってこないの。けどちゃんと自分と向き合えるなら焦らなくていいと思うわ。お疲れ様です。お疲れ様です。おお、身近にいるじゃん疑惑の2人が。え、今2人がゼミでホモの勉強をしてきたんだって。あ、それで俺たちが疑惑ってことですか。どうした。実は俺ずっと前からお前のことが。やめろよ、気持ち悪いな。なんだよ、釣れないな。気持ち悪いとか言うなよ。いや、別に俺はいいと思うぞ。悪気があってのことじゃないしな。しょうがないと。あ、そういえば君たち週末は空いていないかい。え、どうしたんすか。夏といえば。はい、はい、海。はい、柴田君正解。え、先輩連れて行ってくれるんですか。え、でもまだ6月だし早くないっすか。バカ、来たるべき時に備えての下見だよ。俺が車出すからさ。めっちゃ行きたい。陽先輩も行きましょう。うん、ただし一つ条件が。どうせ水着でしょ。キモいし。まだ寒いです。来ないなぁ、カナエさん。え？ボンジョルノ。え、アルファロメオ？これ先輩の車ですか？アルファロメオ。ああ、イタリアの伝統車。ナイさん、これ自慢したかったんだ。ミトじゃないっすか。お、詳しいじゃないか。なんか、カナイ先輩でもかっこよく見えますね。いつもと全然違うね。写真撮っていいっすか。
気持ちいいな。さすがにまだ人少ないね。うん。よう。ん？俺さ、アスカちゃんと付き合うことになったわ。え？マジか。よかったじゃん。サンキュー。登るから行ったの？まあな。アメリカ行くことも。うん。そっか。てか、ようさ、ミホちゃんとかどうなの？何が？いや、ミホちゃん、多分ヨウに気があるぜ。え？先輩！先輩たちもこっち来てくださいよ！はいよ、今行くよ。行こっか。トイレ行ってから行くわ。オッケー。将来のことを考えるといつも同性愛のことがつきまとうんだ。受け入れてくれるかな。まずは自分が受け入れないと。いつか言えたらってずっと思ってたじゃないか。気持ち悪がられるに決まってる。きりの人生なんだ。一度言ったことは取り消せないよ。家族は一生引きずることになるんだ。自分たちを責め続けることになるかもしれない。信じてみたいんだ。もう少し時間を置いてみようよ。なんてやってこないよ。自分で切り開くしかないんだ。よーくん久しぶり。心配かけてごめんね。大丈夫だった？うん、だいぶ落ち着いた。ありがとう。おすすめで。あら、珍しいわね。なんかいいことあったの？え、あ、いや。やだ、変な気使わないでよね。実は姉ちゃんに言ったんだ。あら、本当に？よかったじゃないね。のぼるくんや親御さんにも？いや、のぼるには言おうと思ってるんだけど、親にはまだちょっと、うん、あ、いや、いずれ言うつもりだよ。何気使ってんのよ。ゆっくり
自分で決めればいいのよ。うん、先輩が言うとすごい下心丸出しで純粋に褒めてんだから、そばさんもそうですねみたいな。そう、俺とアスカちゃんもちょっとこの前めっちゃ喋った。お疲れ様です。お疲れ。お疲れ。あれ、なんでいるの？飯を振るからプリントをコピーさせて。別にいいけど。プリント借りすぎだろ。いや、いいっすよ、こんなもんです。開き直るな。てかさ、こないだ貸したプリントをまだ返してもらってないんだけど。あ、それはまた今度で大丈夫でしょ。返す気だろうだし。いや、あります。あの、陽先輩の彼女さんってどんな人なんですか？え、何いきなり。あ、てかなんで知ってんの？先輩が言うとすごい下心丸出しで純粋に褒めてんだから、そばさんもそうですねみたいな。そう、俺とアスカちゃんもちょっとこの前めっちゃ喋った。お疲れ様です。お疲れ。お疲れ。あれ、なんでいるの？飯を振るからプリントをコピーさせて。別にいいけど。プリント借りすぎだろ。いや、いいっすよ、こんなもんです。開き直るな。てかさ、こないだ貸したプリントをまだ返してもらってないんだけど。あ、それはまた今度で大丈夫でしょ。返す気だろうだし。いや、あります。あの、陽先輩の彼女さんってどんな人なんですか？何いきなり。あ、てかなんで知ってんの？いやいや、あなたたちですから。まあいいじゃん、別に隠してるわけじゃないし。村山真珠ボケ。写真とかないんですか？いや、ないよ。嘘だ。いや、これが本当なんだよ、俺もまだ見たことないし。そうなんですか？あ、俺バイ。そっか。黙っててごめん。なんで謝んだよ。驚いた。まあな。だよね。
よう。ん？遅うなよ。アホか。いざ旅立ちってなると寂しいもんだな。なんだよ、自分で決めたんだろ。そうだけど、もっと優しい言葉ないのかよ。なんだよ。好きだった。え？登るのこと。え、マジか。うん、ありがとな。みんなには言うの？うん、タイミング見て言おうと思ってる。そっか、きっとうまくいくよ。ありがとう。まあこっからがスタートだからね。よう。ん？いい男見つけろよな。あ、あ。